日本近畿地方大阪府屋尾市庄内町庄内町は大阪府屋尾市の町。現行行政地名は庄内町1丁目及び庄内町2丁目。住居表示は実施済み。現住所表記施行前の大和、八尾、西郷、木戸、東郷、庄のうち、西郷寺の各地域の一部が交雑していた。1964年の現住所表記変更時に、 周囲の地域とともに整理されて新しく設置された。両政国一覧機内河内国、和会郡西郷村、木戸村、東郷村、昭野内村、城邦寺村、八尾村北海道時代の頃から西側に位置する村々の支配地が交雑した八河村交雑地の一部だった。青山町交差点の北西角近鉄大阪線の南に位置する。 一丁目の大阪港八尾線沿いに商店が並ぶ、以外はおおむね住宅地や公共施設となっている。2020年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。主要道路、ありがとうございます。